ルーハツでございます。乗車がありましたら入り口付近立ち止まらず階段通路を施設の方からお待ちしてください。定員いっぱいの乗車がありますので入り口付近はい、どうもまさきです。はい、今ね立山のムルドに到着しました。はい、今日はねあゆりんと2人でライチョウ沢のキャンプ場でテント泊したいと思います。はい、1日目は雪の大谷とかの御栗ヶ池とかあの辺の観光スポットをねちょっと見て回って、ほんで2日目明日ですね、朝から立山の御嶽を登ってピストンで帰ってきたいと思います。はい、今回はねそのようなプランで行きます。はい、ではとりあえずキャンプ場の方にね行ってきます。うー、最高、天気最高。ほんまや、温泉の地獄大の匂い。どこ？あ、ほんまや、おる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 、ライチョウおる。やばい、いきなり見つけた。こんなにすぐおるんか。はい、ライチョウもね早速見れて、あっちにねあれ地獄谷がね見えてきました。でそこがね御栗ヶ池温泉、あそこでね温泉も入れるみたいです。はい、今回はねちょっと寒いんで温泉は入らないんですけど、はい、夏とかやったらねぜひ入ってみたいですね。硫黄の匂いがすごい。95リットルザック、絶景、ほんまに最高。めちゃめちゃいい天気や、最高すぎる。はい、ライチョウ沢のねキャンプ場が見えました。あそこです。を目指してね今行ってます。もう雪がねズボズボはばって難儀してます。足がねもう抜けへんぐらいズボっていきますね。もう足抜くので疲れました。最悪です。うわ、すごいな、地獄谷。近づいてきた。
はい、あそこがね、テント場ですね。いや、もうちょっと。ライチョウサワヒョって到着。はあ、ビールとか売ってんかな、はあ、まあ担いできたけどな、はい、ライチョウ沢キャンプ場にね、到着しました。はあ、疲れた。今日もね、荷物がね、20キロ超えです。はあ、久しぶりにね、バルトロの95を出しました。はあ、なんだね、今からちょっと、受付して、テント張りたいと思います。はあ、やっと着いた。はい、早速ね、ここでテントの受付をしたいと思います。トイレもね、ここにあります。はい、テントを張ってね、雪壁をちょっと作りました。はい、簡単な風よけです。ほんで、あと寝床を作って、今日はね、マイナス8度ぐらいまで下がるみたいなんで、ナンガのオーロラライトの、900番持ってきました。厳冬器用ですね。はい、今日はね、それで寝ます。はい、指日焼けした。ほんまやね、めっちゃ黒いな。うん、なんでかわかる？知らん。見たらわかるよ。あ、俺が作った雪壁。違うし。あ、違う。俺作ったのこっち。違うよ。すごいよ、うん。めっちゃ作った、うん。はい、ちょっとね、辺りをね、散策したいと思います。あそこのね、ライチョウサワヒョって、あそこにね、ちょっと何売ってるか見に行きたいと思います。はい。ほんでね、雪の大谷にね、ちょっと今日行こうか言うとったんですけど、もう明日のね、帰りしなに行こうかっていうことになって、はい、もう今日はただ単に散歩するだけみたいな感じにします。で、散歩してね、ご飯食べます。イエス。着いた。ライチョウサワヒョ。はい、ライチョウサワヒョってからね、ちょっと出て樹木谷をね、また見に来ました。よいしょ。すんごい匂いする。うわ、あ、ちょうどいいベンチある。帰ってきたぜ。飯。
飯しよう。よし、帰ってきた。ただいま。それ何ワイン？はい。主語はこれよ。はい、乾杯。乾杯。とってもフルーティー。立山最高。できた。来ました。何鍋？鳥鍋。鳥鍋です。箸がないっす。箸がないっす。はい。箸がないっす。箸。あたたたたたたた。あ、出てきた。ありがとう。これゴム。いただきまーす。ちょっと弱めよっか。火を。うまい。うまい。めちゃくちゃうまい。あったまる。骨付きの鳥。出汁出るやんな。マジうまい、うん、はい、ご飯も食べてね、今夜の7時なんですけども、もうちょっと、ね、寝ようと思います。明日は、5時に起きてテント回収して、ほんで立山の大岳の方に登りに行きたいと思います。はい、では1日目終了です。おやすみなさい。はい、2日目スタートします。はい、テントもね回収して、今から室堂の方にね戻っていきます。で、室堂着いたら、ちょっとザッコね、デポして、立山の小岳の方に登っていきたいと思います。ほい。寒い。はあ、もうちょい向こう。はあ、そこライチョウおるんちゃう？みんな写真撮ってる。はあ、はい、室堂までね、帰ってきました。はい、ちょっとね、ここで荷物をデボしていきたいと思います。入るかな？入るやろ。400円。ここや、はい、荷物もねデポしたんで、はい、立山の小岳の方に登っていきます。はあ、めちゃめちゃ体が軽いです。デポ最高。400円の価値あるわ。
はい、あそこにね見えてるのがおたけですね。はい、でね、あの間にあるやつ、あれが一の腰山荘。とりあえず一の腰山荘に行って、あの急登を登っていきます。どこ見てもね、いい景色ですね。最高。結構ね、バックカントリーの人が多いですね、登山者よりもね。あと外国の観光客が多い。あ、でも景色はいい。今までね平坦やったんですけど、ちょっと登りが始まった感じですね。一の腰まで3段階ぐらいのなんか急登がある。だいぶ近づいてきた。はい、山頂もねだいぶ近づいてきましたね。はい、一の腰到着。疲れた。槍見える。はあ、おお、最高。はあ、はい、じゃあね、おたけの方にアタックしていきたいと思います。すっごい急、急登じゃん。よし、頑張っていくね。山頂です。風が強かった。あ、こんなとこね、三角点あった。一等三角点、立山。タッチしとこう。はい。
三角点はね、小屋の横のとこにありました、はい、あそこがね、山頂なんですけどね、やったね。はい。小山か。はい。小山じゃなくて。小山。小山山頂3003メートル到着しました。イエーイ。やったー。やった、着いたなんやろ。あー、すごい。うわ、見てあそこの山。先っちょなんかボコーなってる。人がおる。あ、あれな。崩れた。山頂ね、後にして室堂の方に、ね、降りていきたいと思います、はい、遠いぜ、行こう。はい、一の腰まで、ね、降りてきました。よっしゃ、シリ制度してる。はあ、はい、平らな像までやってきました、はあ、もうちょっとや。あ、もう見えてんじゃん、あれや、見えてる見えてる。あと30分ぐらい着く。違うわ、奥のやつや。でも30分ぐらい着くか、平らやもん。15分で行けるやろ。はい、またね、室堂まで帰ってきました、はい、今からね、ちょっと雪の大谷を見に行きたいと思います、はい、帰ってきた。室堂は人多いな。立山、雪の大谷。今日は13メートルですね。少ないな、うん、三代目立山駒太郎、すげえ、かっこいい。はい、ここがね、雪の大谷の最高地点、13メートルです。おーい。はい、雪の大谷をね、見て歩いてるんですけど、外国の方ばっかりですね。はい。でね、まあ、雪のこの
壁がずっと続いてるんですけど、はい、山歩いてる方が僕はいいですね。雪の大谷はどうですか？かん野球の大谷。ああ帰ってきた。疲れた。なんか山登るより疲れた。はい、室戸の方までね戻ってきました。というわけで今回は1泊2日で、立山でテント泊してきました、はい、今からねまたバスとケーブルカー乗り継いで駐車場の方に戻ります。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。松崎でした。さよなら。